ヘルマン・オストホフヘルマン・オストホフは、ドイツの言語学者。青年文法学派の代表的な学者の一人であり、インドヨーロッパ語族の比較言語学、特に形態論の研究で知られる。オストホフは、ベスト・ファーレンのウナに生まれた。ボン大学、チュービンゲン大学、ベルリン大学で、古典文典学、ドイツ語学、サンスクリット比較言語学を学び、1869年に、 ボン大学の博士の学位を得た。1871年からカッセルのギムナジウムで教えた。1874年からライプツィヒ大学で再び比較言語学を学び、アウグストレスキーンの影響を受けた。1875年に教授資格を得た。1877年、ハイデルベルク大学の比較言語学とサンスクリットの教授に就任した。 1880年代末にオストホフはドイツ自由思想家等に参加した。1909年にハイデルベルクで没した。オストホフはパウル・ブラウネ氏の第3巻にゲルマン語の N 極用の起源の問題について及び陰謀語における強弱核の本来の区別に関する理論を発表した。この論文の中でインドヨーロッパ祖語の流音素んとの問題が扱われている。 オストホフによる n 語関名詞の問題の扱いは現在から見ると不十分だったが、同年この研究に刺激を受けたカール・ブルークマンがビヨン・ソナントに関する論文を書き、ひいては2年後に書かれたフェルディナンド・ソシュールの陰謀語族における母音の原始的体系に関する覚書にまで影響が及んだ点で、オストホフの研究は比較言語学の歴史上に重要な役割を果たした。 ただしオストホフはソシュールを嫌い、アカデミックハラスメントに及んだという。また、覚書きも拒絶した。1878年から1910年にかけて、ブルークマンと共に、学術史、陰謀語の領域における、形態論研究を出版した。その第一巻の序文は、青年文法学派の考量として有名である。1884年に、 陰謀語の官僚の歴史についてを出版した。この書物において、陰謀祖語の長母音がギリシア語では R、L、M、N などの共鳴音の前で短くなることを指摘した。この現象は、オストホフの法則として知られる。1901年に陰謀語の語源に関する著書を出版した。ありがとうございます。